次世代のエコカーとして注目されている燃料電池車について政府は購入した場合に最大300万円の補助金を支給する方針を固めました燃料電池車は走行中に水しか出さず究極のエコカーと呼ばれていますトヨタが今年度中に一般向けに販売するほかホンダや日産なども販売を計画しています 価格が1台700万円程度とガソリン車よりも割高なため政府は販売に合わせて1台につき200万円から300万円の補助金を出し世界に先駆けて普及させる方針です電気自動車の購入補助金などとともに来年度予算の概算要求にも盛り込まれる見通しです